厚塚君。おはようございます。立憲民主党の厚塚明宏です。今日も下関北九州道路につきまして、前回の続きをさせていただきます。前回ですね、3月31日の関門会からの要望の件を質問をさせていただきました。我々としてはですね、この安倍総理の名前が連ねてある、要望書を関門会が提出をした、このことがこの下関北九州道路の扱いが大きく変わるきっかけになったのではないかということで、この3月31日のこの要請活動のことを聞かせていただいているところです。前回ですね、石井大臣はこの点についてですね、取り扱いが変わったことについてこう答えているんですね。直接のきっかけは私が問題提起を平成28年の夏にやったということでありますけれども、私の問題提起は関門会の要望がきっかけになったということはございません。全くございません。そのことは私自身の問題ですから、はっきりと言っておきます。委員はそうではないかというふうに疑問を呈されましたが、そうではないと私自身はお答えをいたしたいと思いますと、こういうふうに言い切られました。で、一枚資料に年表でまとめさせていただいておりますが、そうであるとしたらですね、この3月31日に8人の国会議員の方が要望に来て、要望書には安倍総理の名前も載っている、しかも2月の24日に安倍総理を囲んで懇親会をやった、その席で、要望に行こうという話が出たということも書いてある。その要望書を受け取った石井大臣は、その1年前の緒方林太郎議員の質問主意書に対して答えたとおり、政府としては、この海峡横断プロジェクトについては、個別プロジェクトに関する調査は行わない、こういうね、非常に冷たい回答をしていないと、整合性が取れないわけですよね。でそこで、大臣に確認をしたいんですけれども、この時、8人も国会議員が来てると、なかなかもうゼロ回答に近いことを言うのは言いづらいことだと思うんですが、それでもこの時は個別プロジェクトに関する調査は行わないという、これまでの方針をはっきりと伝えたんでしょうか。そこを確認させてください。石井国土交通大臣。平成28年に関門会より下関北九州道路の要望を受けたことは覚えておりますけれども、3年前の要望に対してどのように具体的に答えたということは覚えてはおりません。下関北九州道路についてはですね、すでにつながっている関門トンネルや関門橋のバイパス機能の確保など、他の5つの海峡横断プロジェクトとの違いがあるのではないかという問題提起を事務方にしたのは、これまでお答えしているとおり、平成28年の夏ごろでございます。従いまして、関門会の要望を受けました平成28年3月当時は、下関北九州道路は他の5つの海峡横断プロジェクトと同じという認識のもとで、お答えしたのではないかと思っております。そうだと冷たい回答をして、いないといけないわけですが、記憶にないということなんですよね。ですから私がこの時の大臣に対して説明した資料は非常に重要なんだということを前回も求めたわけです。で、1年未満の保存期間のものですから、文書残っていないものと考えますというのが大臣の答弁でした。それに対して私はその時もですね、これは重要だからきちんと探して提出してくださいということを求めましたが、道路局長、きちんとこれ、探していただいたでしょうか。その結果、どうだったでしょうか。池田道路局長。平成28年3月31日の関門会の要望時の、その時の道路局長、企画課長、それと担当の課長補佐などにすべて確認をいたしましたけれども、立ち会ったということは本人からは確認できないという回答をすべてのものから得ているところでございます。また、事前説明で説明資料、使った説明資料や要望の時のメモ等につきまして、探してみましたけれども、残っていなかったということでございます。
葛飾君に、まあ、当時の道路局長や担当の課長なども立ち会っていないって言っていて資料もない、やっぱりこれ非常に不自然なんだと思うんですよね。まあ、この衆議院としてもこの予備的調査の要請を我々させていただきまして調査をすることになりましたので、国交省についてはですねしっかり調査を行って資料を探し出していただきたいと思います。よろしくお願いします。ここが私は一つのまあ鍵ではないかと思っておりますので、ぜひ徹底的に調べていただきたいと思います。まあ、その上で大臣、28年の夏ごろにですね、問題提起をしたということであります。でちょうどこの関門海の地震、後に地震がありました。そこから夏までの間に、まあ、大臣なりにこの状況というのを、まあ、調べたり確認したりということがされた上で、他の海洋プロジェクトとは違うという、まあ、そういう認識に至ったんだろうというふうに思うわけですが、その事前の段階でですね、問題提起をするまでの間に、まあ、説明をしている説明を受けていると思うんですよね、事務方から。その資料というものは存在するんでしょうか。あればこれを提出していただきたいんですけれども、そしてどういう説明をしたのか分かる範囲で教えていただきたいのですが。池田道路局長。今ご指摘のありました平成28年夏ごろ、それからそれ以降につきまして、下関北九州道路の必要性を再整理するに至った資料につきましては、すでにご提出させていただいております、平成28年10月7日に大臣にご説明した資料と、11月16日の国会答弁にかかる大臣に説明した資料のほかにつきましてはございませんでした。葛飾君。その2つの資料は、大臣がもうこれは他のプロジェクトは違うんだということをもう認識をした後のものですから、その認識に至るまでの間に、例えばトンネルと橋が両方同時に止まることがあるというね、そういうことの説明があったのかなかったのかということが、まあ、重要になってくると思うんですけれども、例えばですね、両方止まっていたということだとしたら、この委員会で私も質問して、5回あって、両方止まった最長の時間は17分だというね、まあ、そういう説明、そういう事実なわけですよね。そうであると、両方止まることを理由にするというのは、ちょっと無理があるんじゃないかと思うわけですね。ですから、どんな説明がされたのかということが重要なんだと思いますが、今、大臣、ちょっと手を挙げていたので、お答えいただけますか。大臣。これは私の記憶でありますけれども、私が問題提起をする前に、事務方から説明を受けたということはございません。地元からのいろんな要望で、地元の状況が、まあ、だんだん私も理解を深めていった。でなおかつ平成28年4月の熊本地震において、関門橋関門トンネルが非常に緊急物資の輸送路として重要な役割を果たしたということを改めて認識をし、この代替路の重要性というのをやはり、認識をするに至ったと、まあ、そういったいろんな状況を自分の中で、まあ、徐々に、まあ、なんていうか消化していって、28年の夏ごろに、他の海峡プロジェクトとは違うんではないかという問題提起をするに至ったということでありまして、その間事務方から何か説明を受けたということはございません。葛飾君。じゃあその夏ごろに大臣がもしかしたらこれは違うんじゃないかというふうに思ったと、それからじゃあ事務方には違いがあるかどうかとか実情どうなのかということを改めて整理をさせたということだということでよろしいんでしょうか。まあ、うなずいていただいたので、まあ、そういうことだと思います。じゃあちょっともう時間がなくなったので最後に一つ確認なんですけれども、この20年に凍結したときに、まあ、冬芝大臣、当時の冬芝大臣は
こちら資料をつけさせていただいておりますが、画期的な技術開発や財政の大幅な改善があり、仮に将来整備段階に格上げを検討する場合であっても、国会の場で個別路線ごとに議論するような手続きを経ることとするという、まあ、これ、打ち出しているわけですね、記者会見でも言ってます。これは今でも維持されているのかということと、これが、この考え方が維持されているとしたら、まあ、今は調査の段階ですが、これがじゃあ、実際に事業化するという段階になったときに、具体的にどういうことをこの時イメージしたのか、個別に国会でね、議論をするといいますが、事業ごとに法律を出すということにはならないと思うので、具体的にどんなイメージなのかということを教えてください。池田道路局長。環境団プロジェクトについては、整備段階に格上げする、格上げを検討する場合にあっても、国会の場で個別路線ごとに議論するような手続きを経ることとするということを、平成20年に、発表しております。これは事業化にあたっての、まあ、手続きというふうに認識を現在もしております。国会の場での手続きについては、仮に事業化を今後考えていくことがあった場合においては、その具体的な内容を取りまとめてまいりたいというふうに考えております。葛飾君。まあ、ここは私、非常に不透明だと思うんですよね。ただ予算に入れて、予算の中で予算を審議するからということにはならないと思うんですよ。個別に国会で議論をするということですので、まあ、どういう議論の仕方をするのかということを、できるだけ早くですね、明らかにしていただきたいということを最後に、申し述べまして、質問を終わらせていただきます。次に